後はござりまするが、口上のもって申し上げたてまつりまする。本日は都弁語りと舞踊公演、福寄せや東大門へのお集いに皆様このようにお御足を運び賜りましたる段、高いところからではござりまするが、熱く御礼を押し上げる次第にてござりまする。これんす。あ、ちょっとこちらの皆さん、あの反応がもう一つ、もう一回いきましょうね。これんす。ようやく安堵いたしました。あのね、すおスパラグダがね、本当にね、スパラグダがね、なにはね、この世の中になってはね、なかなか出張ってこられねえんだもんね。みんなで集まってね、よかったがね、すこうやって集まることがね、本当にね、世の中もだんだんに落ち着いてきたんで、今日はね、は思いっきり笑うべと思ってね、ポリデントもしっかりけつけてきたんでね、入れ歯が吐く取れねえようにねえな、こうでも笑うべねえす。そうだが、それがいいんだがね、この世の中だもんね。何す、さっきも並んだ人だ、誰がいっぺな、久々に会う人はいっぺかなと思ったってね、みんなかがさまだマスクどうなってどうすかってか、みんながおなずに目で誰が誰だかわかんねえと、ああどうもおスパラグだがねえって、誰だやあれマスクよ。まあいいのいいのね、都まずだもんね。そうやってね、これだけ人気が出たもん、福寄せや東大門さん、花に次は市長選挙にただねえからねえから。まあそういうことでね、皆さんが集まって、この間の朝間もす、この東大門のね、整理券配るずね、大安の土曜日にす、賛美方ね、朝がね、それだけど総合観光案内所の前にす、朝も6時から並んでいた。ありがてえことね、入り口からす、うっそ系の駐車場の方までずらーっと並んでいただいてね、そのちょっと手前のなんとかクリニックの前にも朝ずらーっと並んでいた。そこに負けず踊らず並んでいただいてね、ありがてえことでござんすがね。そうだがえ、こうやってね、みんなで集まってね、ゆずばんだ、あのね、あのなんつうんだべね、このほれ、あの福寄せ庵でね、東大門さんの家でやってた時は、皆さんがこうおひねりをね、舞台にあげてけだったと思う。今日はそうでなくて、この遊覧船のね、こっちの寄付の方にやって、そうそうすればね、なんぼでもいいの。そうすればね、来年の夏にね、孫だのひ孫がどうが来た時にす、あのな、おめえよく聞けよ、あの浄土浜さん行ってみろ、あのすれなあだらす立派な船やな、おらが銭出した船だが今大したもんだね、おめえな、おめえのランドセルも買ってけどもな、船さんも銭出したのや。あら、おばあちゃんすごいな、ひばあちゃんはかっこいいって言われて、だどん、あ、ペンコペンコペに出したのにはね、それでもいいの、なあなあ、こうね、こうって孫ね、呼んどいてね、おめえな、誰さも喋んないよ、あの船な、おらがお銭で立てたんだがね、つって、こうで喋ればわかんねえからね、これがすぐなくてもね、みんなで協力していただいてね、ようやく船が出張ればね、そうだ、うん、銭に関係なくみんなの船になるということで、一つよろしくお願いな。話はこっからたっぷりございますのでね、そうでございますが、いずばね、今、はこれね、にぎわってね、今日もほれ、あの、明日あたりですか、クワガサギでもね、元気ずが、これも大した昔のクワガサギのようにね、にぎわって皆さんが一生懸命見せっこを出すって、ほらもいてみたがね、こないだ、それで買い物したね、どれほら、久々にね、宮古にでもなかなか浄土が浜に行くこともねえが、どら、歩いて行って、密閉かつってね、いやー、ゆるぐね、なーに少しずつね、へこたりへこたり歩いてけばいいの、ひさもおしゃかぶも痛くて、背中もね、ゆるぐね、なーにとずで、はこいわに鉄で、ありえありえありえ、伸ばすながら行けばつくが、そうだべが。そうだが、それでもね、おらね、は、いや、あの、我が明日もどんべり見て歩いておれんすべ、それで六玉前も見ねえで、こうバッグはさ、嘘に顔はつないでるか、そしたらばね、こないで、はやったのす、何をって、どうすんの、デンス、ブスラにこうやって、
まあ、詰めてごどいてごどねえすっこぐりはすながったとこねうっそうさ手組んでるのがトーンとなったらパッと抱きついたわけだねこれ抱きついたとこに限ってさどっかのおどっちゃんが見ねえな見ねえなくてもいいのにねそのおどっちゃんも俺母さんにボン出されて暇じゃねえだけどそれなんでそのどどなんだよお母さんおめえ何ほてんちゅうサタングについてたんやつかだねそのままはオラムガス油ゼミでござんすある一週間の命でござんすすかだね俺もご飯かくせえどもそう返しといたのすかねやっぱりね明日もどうも危ねえす目も危ねえすねそうだがえまあ、そうこうしてるぜこれまだ俺クワマサギ出てまだひたすかまだがしかさっかり最後の坂登ねばねえのにねえゆるくねえがねえまあそれだどうもねえまあゆっくり行きながらそういえばおめえさん今年サンマをあげしたかはいやっぱりおめえさんも長かねえサンマだのが猫を休業になってね取れなくなってきたねむがすわす何をらがわらすの頃はすこんなに山にサンマ積んだトラックが家の目のカーブ曲がればトト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 ねそれわらすがとはぁ急いで拾って言ってね焼いて食ったんだ今では考えられねえもんね全然出して買わなくてよかったな思い先がねえのもねそんな時代もあったんだもんねそうだまあそうだほんだんでねおらねむがすほれあの海さん潜っておれんす食べあすらねえのすかほら潜って大した歯も出たんだもんえそう大したすらねえすかいやいやいや宮古のおたらずえばねえ歯浜でねえうんそうだまもで魚にも出たの、うん、他の二つにはもでねえのですかね、この器量だものそう、魚がどうにもででねそれ何でも遠くまで行ってね取ってきたの大量大量ですそれで20日だと思えばねこう言わんとこ下がってね明日を投げ出してこうやってればね三陸の人魚姫ふぐわれてそうだがね今はね宮古のね象をあざらすって言われるただね、ねと姿でもアザラスだけでも十分だそうアザラスだやったくなことねそうだがえこれなんでねおらが潜ってってはみんな戻ってきとかんてやっぺと思ってともねなかなかそう思いがれね何でも取ってきたのどこまでも行ってすそれが今す家です長いソファーに予防なんです鳥苦手でみんな目の目においではいおじゃはここヒュースはここせんべいはここではいゴリカリゴリカリゴリこの辺も拍手せば犬が拾って食いに来る頼まれねえのに鼻つるはつつつつつつなんでとそれも鼻だけが出てくんだべなつってねそうだそうすれば背中かいだ窓の手ではティッシュこう寄せてねこの釣り紙一個で拭くわけだそれがいつなんだが何はご飯も食ったすどれ鬼平犯課長でも密閉かそうすればすんおどっちゃんがすガラッとふすまげてうん今日も宮古さんゾウアザラスが上がってたなしもうせっぱらがやけんがね我はすら来たねあだましてこの辺はっかけたのねにしてすん通行もたけたそうこもりがついたようなすばなかでてはってやったよめさんその格好などがなんねえのすかこのぬくさにね真夏の暑どぎにさ話題入れの暑の来てねおめさん頭をかすんでねべえかこなにきいのにいつで何のばりのすかさて今度は相撲が降りる頃にはパハパハずしてサンビーベスか踊ったら少し考えとかんおらそうすがつてね夜ずに起きればくれえのに出はってってす歩道がガダガダってあぶねて車道を歩いてがすこは見つけあすしてペコタリペコタリペコタリやったいやだから言ってやんのすおらまおらまおらがえの皇帝ペンギンが出はってかがさかがさんどうあるさらすでお父ちゃん皇帝ペンギンはい南極観測隊お願いしますってサメットが出まわかんねえがすかねえまあまあどっつもどっつだどもすねえほれようやく着いたが浄土が甘さよかったよかったねここのほれ入り江湖はここ抜きのすね岩に囲まれてね遊覧船がいでもすこれ穏やかにね
それで今年の3月の11日にね、前歳から10年のね、ユンマニス、こうライトアップがされです、船にも電飾がついてキラキラとね、それでお別れをしてね、小豆島に行ったわけだね。船がね、その時にね、五殿山のね、合山の上にこう綺麗な月が上がってす、スレ岩岩の間にす、桟橋の奥から工場の月を張る功労と歌いながら出てきて踊ったのが長川さんす立派だったまえ感動したがす。そう、そしてランタンのこう火がなってね、みんなでハーメツル流しながらね、この皆さんへの思いとともにね、おめさん過ぎてねえの中川さん、あらなんでだべほらいいと思うが、とそり小バカにしてるスカだねベスカ、なにあちらのね99のバサマかででんの、まあそのバサマも聞かなくてす、たまにホームから帰ってきてにいれば、おめえも99になってみるおゆるぐねえなしまいったがね、そうすれば花川がまさも負けないな、ほんだらおめさんも99かでてみとかもっとゆるぐねえかでるわけ、バサマもホになる孫も孫ならバサマもバサマでねそんなもんだともす、あ、そういえばね、あのここのほら入江っ子のどこでね、こないだ俺もね、はあ、休んでたけばね、あ、あのあれが来て話しかけてけどあのす、誰ってほれ海猫のす、伊豆番元気なピーちゃんピーちゃんが久々に来てす、おらむがすよく言う乱世でいっぺんあの海猫パンケだったもんの、それで覚えてたんだんですかピーちゃんがす、おしばらくです、私今元気に過ごしてました、コロナで大変だったんで、あの海猫もなんか集団で飛ぶなとか言われたり、芝生飛ぶので大きな声で泣くなとか言われたり、だからあのねぐらで自粛生活をしてたので久々に飛んできましたって言って、ね、あらピーちゃんはすばらくだからね、おめさん、俺なんだかね、ねぐらに、なんて、はぁ、やせ、ひからびで気の毒に、これ、いい話が、なんでしょうか、いい話というのは、誰か向こうでも来るんでしょうかな、向こうは我で探すとか、おらでせいねえのにね、海猫の世話まで捨てられねえ。あのね、来年のね、夏に、まだ遊覧船が出はんだと、よかったがね、そうせばす、みんながす、海猫パンケーキからす、そん時は腹いっぺくとか、食いすぎて飛べなくなったわがねえが、おらみでにゃ、って言ってやったら、ピーちゃん喜んで、ありがとうございました、いい情報教えてもらって、よかったな、結構、って飛んでったわけだね。海猫のピーちゃんも喜んで、そしたっけば、2、3日したらね、北の巣、ピーちゃんから聞いた。誰がって、ほれ、浦島が助けで岩にカッパさまった亀が来てけだの。そうなのすね、あら、お久しぶりでございます、ということでね、そのね、あの亀さんもね、ちゃんと嫁子ももらって、あら、おめさん大したもんだ、こないだ会った時にはいなかったに、手戸がいいことをって褒めておいたんだともね、そしたら、そう、わあ、そうなんです、あの、結構ね、あの、かわいい亀が見つかったんでね、あの、前足もこうだし、後ろ足もこうだし、恥ずかしいとたまに甲羅に顔を隠してですね、甲羅もテカテカって若いのだえ、とかっつってね、そしたら、ちゃんとわらすもね、8匹むすけだんだって、よかったがよかったね、ふかしてよかったが何よりでござんす、おめでとうって言ってやったんだともね、その亀もす、聞いてきたんだと。ピーちゃんからピーちゃんもおらと一緒でおしゃべりだからそこら中しゃべってあげてやったんですかけんならばね、遊覧船が出るず話すをね、それで亀がもうす楽しみにしてんだとわらすがどうも、何がどれ遊覧船からす海猫かパッパッとあげたのがこう海猫ちゃんがあの取れなくて吐き取れたのが波間に崩れですね、それを亀さんがふくっとこう食べるわけでございますがね、それを楽しみにしてんだと、だからそれもちゃんとわらすがどうにおせんだぞと言ったわけだ。ただね、今はね、南の方で軽い巣が大変で、漁業関係者の皆さんが一生懸命取ってね、それで海をどうにかきれいにしようとしてるから、まだあの海の生き物の皆さんをね、それをむやみに食べれば、あの硬くてくたけねえからゆるぐねえからね、亀もね、もす海猫パンとまずがって軽い巣をくずに入れたらポッ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 
ほぎ出すよ。ほぎ出すの大事だがやる。これから正月が来るからね、かぐもずね、とさびもよく変化げんから、その時はほてば、ぷっとこうやる。今から訓練しとか、1ヶ月あれば間に合うからね。そうなのね。そう、だから気をつけとかんえつ。そしたらね、そのね、亀のわらすの言うことがいいんだ。今ね、僕は大きくなったら、お外の大きな海に出て行って、都に育った、都から出てった鮭さんたちを呼んでこようっていう、まあ大したね、で亀だがすかね。そんだからね、おつけでね、おらもね、ほんだらね、亀さん、その鮭がどうに言ってけどがえ、おめさんがどうはね、話してもらったね、川田の海に帰ってこねばなんねんだがえ、4年も5年も経ってね、みんながおめえがどの帰りを待ってんだが、その間に何人がごたすんでっとも、それだどうも、おめえがどの帰りを待って、楽しみにしてっから、帰ってくれば、ああ、よく帰ってきた、大きに大きにつってね、さあだがみんなで、はい、大漁だつってね、切り身にしたり、腹割って、酢をいっぺんやって、ごすり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 、よく来たな、おめえ待ってたがや、どらどら、くずさもいっぺん突っ込んでやめ、ほれほれほれ。こうやってね、洗って干してけんからす、帰ってこねば何年だがやって言っとけよっつったの。そうだがよそだのに行って、すあがすのにね、もまれたりしたらダメなんだ。南部花曲がり酒がヘッド曲がり酒って言わねえもんだがや。もう、ありがとう。これで終わらないとまだ喋らなきゃいけないとか。それでね、帰ってきていただいて、その亀さんが来る前に、まだ桃太郎が帰ってきたのっす。5月にね、おずーさんおばあさんの通帳にね、残金が150円でたまげて出はってた桃太郎が帰ってきてっけたわけでござんすがね、それでなんで帰ってきたかというと、ちゃんと稼いで、アメリカのね、大農園で桃を作って銭をすっかりこっさえで、おずーさんおばあさんの老後を豊かにしてあげようと思って帰ってきてくれたんだって、はぁ、ありがとう、桃太郎だがね。そう、おじいさんおばあさんこれを使ってくださいと、老後にね、ああそんなさ、大ね、ああ、恐れ多くてね、ああ、おらがどう、ありがとう、ありがとう、その気持ちだけでいいが、アメリカまではるばる行って帰ってきてくれてね、それで嫁子も今度もらうんだって、まあ、おめでて話すでごて、それでなんぼ稼いできたっつって、まあ、ちょっと聞いたような話だと思う、400万。400万でごてんすがね、きっちり返すんじゃなくて、ちゃんと稼いできたんでござんすがね、そういうなんでね、そんなにいっぺんおらもられねえから、あそうそうそう、おらほんのわずかペリでね、おらがどうが少し歯、贅沢にごっつを蹴る分だけでよござんすとこう言ったわけだ。はい、色っこをつけてってね、ほんでばなと思って、なんぼもらうべかなと思って、色付けで丸が4つだから、100個10枚いただければよござんすということでござんすとか。もらいすぎだべか、そんなんだねえがす。で、残りの250万は、ほれ、船のグランドバンディングに貢献したか。